はい、こんにちは。おっさんチャンネル。毎回合わせられないです。大丈夫です。合わせます。毎回合わせられない。ゆうきちです。ホームちゃんです。塩島です。塩島。山梨のね、おっさんチャンネルのファンが集まってくれました。イエーイ。すごいですね。めっちゃいる。10人ぐらい。この人数のおっさんが集まることはなかなかない。ないですね。すごいですね。こんな天気なのに全体的に若いよね。そうですね。山梨のおっさんは若いんだね。そうですね。結構若めですね。ももちゃんは最近変顔にしてきて暇になっちゃってね。塩島にわざわざね、会いに来たんですよ。本当にありがとうございます。ねえ、塩島こういうブースだってことですか。はい。どうなの、なんかあれからライカークエスト、ライカークエストなんか進みありますか。実はですね、学生がプロジェクト企画を立てたものが、はい、あの県の授業に採択されました。1年間研究をすることになりました。開拓って何？なんか募集がかかったんですけど、山梨県の水で超有名で生産量は1位なんですよ。だけど、水がミネラルウォーター、山が多いからね。ミネラルウォーターだけど、全然それが周知されてないんで、で、県としてはそれをこう広めたいっていうプロジェクトで、ね、僕たちが、うん、学生がアイデアを出して、うん、じゃあそれぜひやってくださいって形で。何、水で村おこししようとしてるの？そうですね、水ですげえ。水でいきます。だから水はね、人間の8割を構成するから、ね、大事ですからね。龍吉の8割水でできてる。塩島の8割も水ですね。塩はどう？塩はちょっとしかない。塩島なのに。塩島なのに。すごいじゃん。大森さんは8.3% ぐらいかな。ちょっと多いんだね。飲みすぎですね。でもさ、さっきさ、あの近藤も出てくれたけど、はい、すごいじゃん、なんかもうなんかエンジニアばっかりだね。そうですね。あのブレイブファルコン。なんかこう、LED を操る女子高生とかいたいます。います、LED をすごい暗がりに入ってたら暗がりに連れ込んでくるんですよ。すごかった、あれじゃどうですかみたいな。暗がりに連れ込んでいく女子高生、連れ込まれるじゃなくて連れ込んでいくやつ、そこで紹介する。だっておっさんドキドキしちゃったからさ、入っちゃまずいと思って、とりあえず近藤を一緒に。そうですね、近藤っつって。あんま良くないです。3人だったらいいかなっていうね。そういうことあるね。あれすごかったね。いえ、ありがとうございます。もうさ、みんながなんかこうエンジニア、なんかなんかものづくり楽しんでるからさ、はい、本当にそうですね。山梨最高だね。はい、何、山梨は全体的にああいう人多いの？いや、エンジニアの、そんなことはないですね。人口の6割エンジニアとか。人口の6割エンジニアではないですね。残りの4割ブドウみたいな。ブドウすごかったもんね。ブドウしかなかった。高速降りるじゃん、はいはい、そこからここまで来るなかった。ブドウしかなかった。ブドウ畑しかなかった。はい、もうブドウも、あれはもう有名ですよ。あれは全域がブドウ畑なの、それともあの道の横だけブドウ畑にしてるの？多分降りたとこ勝沼だと思うんですけど、そこがもうブドウめっちゃ有名なんで。あ、そうなんだ。はい、そうです、ワインですね。桃なかったね。桃はまだかな、ね、今作ってる途中ですね。なるほどね。もうこれでさ、山梨がすげえエンジニアの街になったらいいよね。面白いですね、うん、面白いですね。電気女子もいるしね。はい、電気女子も48人集めようとしてるみたいな。大丈夫です。何何電気女子48 DKJ48 をなんかやろうとしてるみたいです。 DKJ はあっちゃんになろうとしてんの？そうです。センターみたいですよ。なんか平均年齢わかんないですけどね。平均年齢すごい高くても面白くない。まあ確かに平均年齢48とか。ああ、いいですね。その40ちょうど48に合わせて。ババちょっと若いからダメだね。ババアを集めて、ババアを集めて、ババアを集めて。
いいですね。おっさんチャンネルとに合わせて女性のチャンネルもね、立ち上げようみたいな話があって、はい、そう、ババアチャンネル。おっさんチャンネル、そこでやるバーがね、ババアバー。そうそう、ババアチャンネルの中でバーをやろうって話になって、あ、なるほど、そこじゃババアバーだねっていう、ババアバー、そこまでは進んだんだよ、はいはい、そこからやる人はね、いいな。おっさんチャンネルはね、可能性がすごい。そうですね。めっちゃ雷みたいになってる。雷だった。新幹線か。山梨は結構こういうサウンドで。そうですね。重低音だね。はい、重低音。すごいじゃん。いやいやいや。何、こう、ブレイブファルコンはこれからどっち方面飛んでいこうとしてるんですか。ブレイブファルコンはどっち方面に飛んでいくんですかね。今何一番やりたいの。拡大したいの。拡大したいですね。仲間が欲しい。仲間が欲しいです。って、はい、仲間が欲しい。何か、あ、これあったらいいねってものに対しても全部ブレイブファルコンに言ってるんで、ブレイブファルコンパンクしそうなんですよ。パンク状態、パンク状態。僕の人生みたいなね。いやいや、パンク状態ですね。9割実現不可能でね。でもさ、実現するかしないかっていうところ一番楽しくない？面白いです、ね、楽しいです。そこギリギリ攻めたくなる。いいですね。あの変身ベルト、仮面ライダーとか。なんかちょっとささくれとかのさ、ギリギリ攻めたくない。変身ベルト拾おうよ。変身ベルト拾ってください。変身ベルトが、変身ベルト作りたくて。ああ、どういうこと、どういうこと。あの、スイッチ押すと、もう回る。ファルコンになる。ああ、こうなんの。変身する。なんかさ、ナイキがそういうの作ってたよね。え、なんかさ、もう自動で。マジですか。そうそう、靴ひもが自動で閉まる。ナイキ、ナイキ調べて、ナイキ。ああ、ありますね。あれ、もうだって、あの、もうテクスチャーとかも全部スマホで決める。バックザフューチャーの未来の世界のシューズですね。あ、そうそうそう。先起こされている。結構前に見たニュースだね。結構前に。結構前に。ポチって押すと、シューって言って。そう、結構。あれのフルバージョンすればね。そうですね。もともとゾゾスーツみたいな。なんかさ、こうゆったり系のやつをつけて、それがシュッてしまう。あの、シュッ、シュッ、クスン、シュッ、シュッってなる。最近すごいね。ゾゾスーツ。みんなあげてる。あげたくなる。シュッってなるやつね。なんかあのさ、エヴァンゲリオンのさ、この、ここら、こうや、シュッってやって、スーってなるやつ。あれやりたい。なんかこう、ウェア系はね、これからエンジニアリング系かなり来ると思うんで。確かに。やりたいですね。いいじゃん、巨峰をプシュってやったら桃が全然違うよ、全然違う。他にさブドウつけてブドウつけてそれをプシュってやるとスッてダッセダサいぐらいがいいじゃん。山梨初だってことをアピールしたい。そうですね、ブドウね、ブドウで、そうそう、ブドウで変身ね。あ、なんかさ、山梨のご当地ヒーローみたいな人いる、いますよね。サクライザー、サクライザーみたいな。そうそう、そういうのの変身をプロデュースで、プロデュースする。サクライザーって聞いたことある？え、全くない。サクライザー全くない。本当にご当地なので。何戦隊ですか？いや、もう一人なんです。高等戦隊。一人？高等戦隊。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 サクライザー。どういうこと？怒られる、怒られる、怒られる。あ、分かった、サクライさんなんだ。そうなんです、桜井啓太っていう人が。あ、本名もバレる。何のミステリアスかもない。関係ないか。馬だと思ったの、桜。あ、なるほど、桜肉だよ。桜肉だよ。そうなんだ。桜肉、馬みたいなやつかなと思って。桜井さんだったね。桜井さん、なるほどね。実際に市役所で働く人みたいな。あ、道は市役所で働いてるの。あ、なんか普通に働いてる人で、で、その人が抜擢されてっていう。本当に町のヒーローな。もうそういうものらしいです。ご当地って感じ。だからその桜井さんを題材にして、ちょっとずつ変身できるようにしてたら。まず足先。足先から行きます。足先。足先。なんか誰も気づかないけど。全体的にスーツは着るんだけれども、足先はスッスッって。どう？いいっすね、いいっすね。で、だん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 下半身まではスッといくってなって、もう上半身もスッってなって、最終的にはここの辺からこうなって。これいいですね。どう、サクライザー。いいですね、これでいいですね。
でちょっとブレイブファルコンですね。一号は、ブレイブファルコンを用意します。こんくらいですか。ブレイブファルコンがこういろいろとね、一号こんくらい、2号、3号、こんくらい。じゃあ次回の塩島の出演までに、5号、はい、早い、5号、早い、水曜日にさ、1、2、3、4、まあ、じゃあ椅子遊びの時はモブデッドですから、そうですね、メインから4号、メインじゃなくていいです、モブキャラで行くんで、今度塩島メインの時までに何か開発、わかりました、なんかさ、ちょっと宣言して、これ番号です、こういうやつはできそうだ、ほう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 、先にする、正直なんかこっから先1週間後でしょ、よし、俺は無敵だ、そうです、まあ、ダンスしてる人が来る、俺がドイツから帰ってきた後、はい、ました、どういうの作る、最近スマートスピーカーいっぱいあるじゃないですか、あるね、でそれになんか反応すると全部敬語でこう返ってきて、正確なことしか返ってこないんですか、またスマートスピーカーの話だ、適当なこと言うロボット、デジャビみたいな、最近よく使う、やめなさい、スマートスピーカーね、スマートスピーカー、なんか適当なこと言ってくるロボット、2号が来た、ね、ロボット、うん、お腹空いたって言ったら2号来た、ピーン、4号来た、ピーン、5号来た、ピーン、6号来た、ピーン、相づちめっちゃ打ってくる、ちょっと無限大号、無限号来た、なるほどね、ドン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 、 HP 無限、あとは2個行くんだ頑張る、ブレイブファルコン頑張りますよ、じゃあとりあえずはその相づちを、相づちで頑張ろう、何そんな強い、マッピー、マッピー、え、名前もついてんの、アイマッピー、マッピー、あ、もうちょっとなんか、もうちょっとなんか憎い、なんか眠そうな声、マッピーだよー、あー、そうですね、声優決まっちゃったマッピーサバオ、サバオくん、サバオだよ、サバオってどんな声だっけ、サバオくんってどんな声でしょ、ボンボンもあいつ結構のぶといんだよね、のぶといマッピー、なるほどね、はい、楽しみ、じゃあそれを開発するのがどれぐらい進んだのかを次回聞くから、はい、分かりました、はい、という感じでね、山梨まで来て塩島に会いに来ました、また、ありがとうございました、ブレイブファルコン、はい、どうしたの、マッピー募集のフォームをね、ここですね、概要欄に、概要欄に、URL あります、あ、じゃあそれ送ってくれれば概要欄につけておきますので、ありがとうございます、山梨大学の優秀なエンジニア、そうですね、山梨大学じゃなくてもいいですね、高校生でもいい、もしくは山梨市内にお住まいの別に優秀じゃないエンジニア、おっさんでも全然大丈夫、誰でも、はい、誰でも大丈夫、こういう人は来ないでほしいっていうのはありますか、その日が濃いやつはダメとかそうですね、ま、眉毛がこう繋がってる人はダメとか大丈夫、ないないです、不問、カレーパンマーで誰でも、じゃあそれで募集概要欄に貼っときますんで、はい、バーキューマン待ちしてます、あー、バーキューしまった、じゃあそういうことでね、はい、山梨は甲府から、甲府じゃない、山梨市、山梨市からお送りしました、おっさんチャンネルでした、さよなら、バイバーイ。